いや、こんにちは。ヘズマリュウがね、顎砕かれて7秒で粉砕お、辛くもやられました、みたいなね、試合がありました。私もあれね、見たんですよ。まあ、YouTube の焼き直しを見たんで、細かいことはわかりませんけども、私基本的にヘズマリュウは、ね、嫌いなんですよ。感情的にはね。感情的には嫌いなんだけども、一人の男として、あの私の感情を無視して見た時に、まあ、彼はそれなりのね、代償を払い続けてるな、と思うところを、 かっこいいなとと思えるところもあるんですよ。もちろん感情的に擁護する気持ちには全くなれないんですけどもねやっぱりめちゃくちゃなやつっているわけなんですよでやっぱ許されないこととかあと感情的にね多くの人の心を寒くさせるとかねやっぱ嫌われるっていうのは基本的にはコミュニケーションの仕方がまずかったかなと思いますしまあこの前ねどんなチャンピオンだったか私名前はよく知らないんですけども 蹴り入れられれららて7秒でやられたみたいなことがありましたけどもあのチャンピオンもねよく相手してくれたなと思うんですようんまあでも彼はまああのむちゃくちゃな挑戦に対してちゃんとね代償を払ったと思うんですよねそういう意味ではまあ一人の男としては責任は取ったかなと思いますもちろん、このエピソードを元に、 またこれからねどんな話題を世の中に提供してくれるのかわかりませんけども少なくともファンができる確率よりも、うん、彼を嫌いだという風なね人が増える確率の方が高いわけですよねでそうなると彼は有名になったがゆえにどこに行ってもおヘズマリューだこの野郎みたいなね批判にさらされることも飲み込みながら生きてるっていう意味で言うと どうなんですかねあの、影からこそこそと、うん、石を投げてる大多数の人よりは、よっぽどかっこいいんじゃないかなと思いますよね。そういう面では、あの、私にもできないことをやってるなと思いますね。30になって、毎日のようにストイックに体を作り上げてきたファイターとね、戦うなんてのは、私はとてもじゃないけど、やらないですね。うん。で、あの、有名になるにしても、 顎を砕かれて入院するような代償は払いたくないなと思うんで、まあ言ってみればヘズマよりも私はビビってますね、そういう意味では。ただ一つ言えるのは、怠慢で来いってことですよ。ヘズマ竜も怠慢で戦いました。そしてヘズマ竜が何かことを起こすときはいつも一人です。そしていつも一人なのに、彼に石を投げる人は不特定多数、しかも覆面してるわけですよ。ね。いやー、 彼のね、その気合とか根性とかはそんなにないと思いますけども単なる無謀さと世間知らずだと思うんですけどもそれにしても彼のやったことに人は注目してヤフーのトップページに出たりとかね誰にもできないことをしてるのは確かだなと思うんであの,ずまの代わりは誰もでもそういった人の行動を陰から揶揄して石を投げることは誰でもできるしみんなやってることだなと思うんで。 さあどっちが自分らしく生きてるのかなと人の批判ばかりして自分は何もしないその人生が果たしてね望む人生なのかなと思っちゃうんですよ。私はねよく言うんですけども誰に何と言われようとね、まあ、ある程度の迷惑がかかっちゃうかもしれないけども自分の人生のど真ん中をいくそういう意味で言うと彼と同じように生きてると思いますね私はねもちろん 明らかに誰かを侮辱するとかね明らかに誰かを傷つけるとか騙すみたいなことはしませんけども、まあ、そういう意味で言うとたった一つ最後に言うならねまは格闘家ととししててて命をを懸けるる人を舐めてるなと思いましたねそれはあの練習もせずにねリングに立つことが対戦相手特にチャンピオンのどれだけの名誉をね傷つけてその。 チャンンピオンベルトにドローン塗ってその時間をね無駄にさしてるのかっていうことですよでいろんな格闘家本気でチャンピオンに挑もうとしてる人でもカードを組んでくれない人がたくさんいる中であんな二足三門のヘズマリうみたいなやつと何で試合するんだよみたいな反感もチャンピオンは飲み込みながらねあの蹴りに込めたんだと思いますよ、うん、だから顎ぐらい砕かれてあのリングでは当然だと思いますし もう二度とね格闘家を名乗ることもできないと思う多くの格闘家がヘズマリュウを締め出すと思いますからねでもそれも込みで彼はちゃんとケツを吹いてると思うんでねそういう意味で言うと彼は誰かを非難するでもなく誰かを影からこそこそと攻めるでもなくよっぽど堂々と対魔張ってるんじゃないかなと思いますよね、うん、そういう面では感情的にヘズマリュウは嫌いですけどもでも 敬意に値するところあるなと思います。まあでも彼の場合はね、単なる <laughs>、あの、世間知らずでやってるだけだと思うんですけどもね。まあでもそういった子供みたいな気持ち持ってる30歳、ちょっと憧れますね。うん、私はね、世間の評判が多少気になるんで、彼に比べたら。<laughs> そんなところでございます。あやさちゃん、いい動画ありがとうございます。あ、そうだそうだ、あやさちゃんのこともちょっとお話ししましょうかね。あの、私ね、あやさちゃんが、あの、いろんな、あの、不自由を抱えながら、 旅行ににたまに行ってることを見ながらね私こう思うんですよあの。サラリーマンでお勤めになってる方年収300万とかブラック労働でもう旅行に行く暇ないなん暇がないなんて言ってる方ねあやさんちゃんの姿を見て工夫すれば旅行するお金ぐらいできるんだっていうこととあの家族のために女で一つねあの生き抜いていくことってできるんだっていうことを学んでほしいなと思うんですよ。 まあ今ね、男性でもね、年収300万前後で暮らしていらっしゃる方多いと思いますけども、旅行行く余裕なんてねえよとか言ってね、もう最初から選択肢に入れてないでしょ。でも、所得が低くても、子供を抱えていてもね、でもちゃんと工夫して、なんか節約して、うん、子供のための体験だと思ってね、できると思うんですよ、私は。それがね、あの、 希望だと思います。あやさちゃんのやってることが。あの、なんていうの乱暴な言い方したらね、金がねえのに旅行行くんじゃねえよとかね。そういう考え方っていうのは、ちょっと乱暴な言い方になりましたけども、そういう考え方っていうのは、ずーっとそこにいろよみたいなね。まさに、あの、もう妬みの構図、日本人の足引っ張りの構図そのものだと思いますんで、そういった自分の内側のね、他者を妬む気持ちとか、 自分の人生とは直接関わりがない人を叩いてね、流飲を下げるみたいな、まあ、そんな根性はね、まあ、まさに叩き出してもらいたいなと思います。自分の心の中のそういった、まあ、愚かな考え方をね、うん、妬みとか、染みとか、なんでお前がみたいな、そんな気持ちはね、叩き出してね、まさにタイマン張ってもらいたい。もしそういう気持ちがあるんだったら、もっと力のあるものとか、自分より強いものとか、権力に対して、 戦いに行ってほしいなと思ううんですよもうね物陰か,から石を投げてしかもねあこいつだったら叩いてもいいだろうみたいなあそんなねレッテルバりじゃないですけどもねまあそんなねあの思い込みで、うん、人を叩くもんじゃないともし叩くならより強いものに対して戦いを挑んでもらいたいなと思いますねそれが私の怠慢精神でございますあのまあ私も男の子ですんでねあの <laughs> まあ性格も うん、そんな穏やかな方ではないんであのまあこう腕力にものを言わせる時期も10代の頃ありましたけども少なくとも自分はこれだけは言えるのはあの弱いものに対して自分の腕力を振ることはなかったと思ってるんですよやってみたら弱かったっていうのはありますけどもねでも少なくともあの1対1もしくは1対多数2人以上に対しては遠慮なく無謀にも向かっていきましたけどもねヘズマリウみたいに。 でもねやるる前かから勝負が分かっているようなことはもうしなかったですね。これは人を下に見てるんではなくてやっ,ぱ守ってあげなないいないいいいととけっていうことなんですよ、うん。自分の見立てで申し訳ないんだけどもあこの人は自分よりも力がないなこの人は自分よりもちょっとねあの言葉が冴えてないなとかいう人はやっぱり守ってあげないといけないそういう風な包容力は養われなければならないかなと思いますけども、うん、ことね強くてそしてちょっとね ことを書いてる人間に対しては、まあ、いくらでも、ああ、対話を張っていきたいなと、これからも思いますしね。なんか悔しいじゃないですか、そんなね。あの、ブルーハーツじゃないですけども、弱いものがさらに弱いものを叩く夕暮れみたいなね。いや、あれをね、10代で聞けた私はラッキーでしたね。これだと思いましたね。この気持ちでいこうみたいなね。うん、自分の力は、理不尽や、世の中で、 高い壁になってるものとか、多くの人が叩きのめされている権力に対して、ね、具体的に言うと麻生財務大臣に対しては、私はいくらでも叩く動画を作りますけども、他の人は別に叩いてないと思うんですけどね、<laughs> どうですかね。最近はね、麻生財務大臣の話題がないんでね、叩きがいがないんで、もうすっかりね、岸田さん頑張ってみたいになっちゃってますけども。 はい。<laughs> じゃあ、動画見ていただきまして、ありがとうございました。あやさちゃんの行動っていうのは多くの人に希望を与えるものだと思いますんで、あの、少なくとも妬んだりとかとね、あの、揶揄するものでは全くないと思います。あやさちゃんのことね、私もものすごく大好きですね。こうやって動画もちょくちょく見させてもらってます。それでは、いってらっしゃい。